立浪監督が大島オーナーに前半戦報告借金8の5位、チャンスでなかなか打てない原因、対策話したとは一体どのようなことなのだろうか。今季は4月に6連勝し、一時は首位に浮上するなど好スタートを切ったが、混戦模様のセリーグで得点力不足が響く形でじりじり後退、38勝46敗6分けの借金8を背負い5位ターンとなった。立浪監督は、大島オーナーからと一本がなかなか出ないねという話もありましたし、チーム全体の話もあった。チャンスでなかなか打てない原因であったり対策であったり、そういう話はしましたと説明。後半戦の巻き返しに向けてオーナーからも言われましたが、首位と8ゲーム差でチャンスがない数字ではない、1試合1試合しっかりやっていきたいと力を込めた。大島オーナーは、前半戦終盤は苦しい戦いが続きましたが、4月には2891日ぶりに首位に立つなど、昨季までとは違う戦いぶりを見せてくれていると思いますとし、昨年のこのオーナー報告の段階ではすでに負け越しが14に膨らみ、3位までのゲーム差は 9.5 で最下位に沈んでいました。今年はまだ十分に A クラスが射程圏内ですし、さらに上位を諦める状況ではありません。立浪監督にはコーチ、選手、スタッフと協力しながら、ここまでの課題をしっかりと分析把握して巻き返してほしい、後半戦は心機一転、春先のような快進撃を見られることを期待していますとした。昨年はこの時期に借金14、今年は借金8だから頑張ってるアピールはいらない、14も8も大した変わらない、上位4チームは決め手がなく潰し合っている、抜けたチームがえなからかに落ちてくるチームがいない、上位4チームのモチベーションも高く戦力も整っているから、ドラゴンズが曖昧上に上がる可能性は低いと思う、5割も維持できていないチームがチャンスはあるとか軽々しく言わないでほしい。監督を筆頭に各コーチが一本の打撃だけに頼らず、いかに得点圏に走者を進めるかで1点2点が入るか入らないか大きく違ってくる。今シーズンは特に僅差で負けてる試合が多い。あと1本というのなら、アウトカウントの少ないうちに進塁打を打つなり、走るなり、エンドランするなり、方法はいくらでもあると思う。3年間同じような試合運びの繰り返し、ただ打つことだけが勝てる野球ではないはず。まともな立ち回りをしていれば、まだ希望がある位置にいるべきチームだと思いますけどね。戦力が足りていないとはいえ、今季はどのチームも点を得ることに苦しんでいて、十分にチャンスがあった2024年シーズンだと思います。残念ながら、いくら混戦でも借金8からの巻き返しは非現実的。まともな立ち回りを期待できないだけに上がり目もなさそう。オーナーからしたら、立浪が失敗だと認めてしまったら2年連続最下位で続投させた自身の責任にもつながるから、嘘でも何でもこじつけて去年より良くなってるというしかないだろうね。とにかく一つ言えることは、今年優勝できなかったら監督とオーナーの責任だよ。その時は立浪、片岡、大島、青一郎の3人で身を引いてください。何も改善してないのは明らかでしょう。オーナーもここで敗退を認めれば自身に、その責任が及ぶのを恐れ、立浪と同じ立場にいることしかできないでしょう。中途半端な結果でなく、今季も最下位ではっきり白黒つけた方がいいでしょう。立浪ではチームをマネージメントする能力がないのは明らかですから、ゴルフでも1打差が力の差であるように、この時期5割を保てないのは相当の実力差があることの認識が足りていませんね。福永、細川あたりの中軸が機能しだしている感がある中で、当然期待値の大きかった岡林が全く機能せず、カリステの出塁頼みになってしまっている。成長が見える選手がいる中でメンバーが揃わない。これから終盤にかけても厳しい戦いが続くと思うが、 A クラス目指して頑張ってくれ。大島、中田を左右の代打の切り札にして、今年復調した周平をうまく使ってほしいな。そこに村松がある程度の状態で復帰すれば A クラス狙えると思うが、難しいのかな。貯金力になった時は折り返し地点までイーブンくらいまで持ってくれるかなと思ってましたけど、すぐに吐き出しちゃいましたからね。好調な選手を変えるけど、不調の一部選手を我慢して使い続けたりして、勝ちムードを自ら捨てているように見えるのがもったいないんですよね。チャンスで一本出ないのもありますけど、チャンスで一本出るような采配をしているかと言われると微妙な気がします。もう一本が出てたら、優勝候補ですよ。もう一本が出ないから、どうやって1点を取るかを考えることが大事だと考えます。例えば、ノーアウトで出塁した時のバントや機動力などの戦術を考えてもらいたい。これまでの試合運びをしていたら、借金返済どころか借金が増えていくでしょう。頼む、勝率5割で良いから頑張ってくれ。中軸が打てないと言いながら1、2番の出塁率をもっと上げないと、チャンスも1点、2点で終わってしまう3点、4点取れる工夫をしないと、今の先発陣の力では、厳しいだろう。監督の采配も工夫が必要だ。いつまで経っても増えない盗塁四球も言うほど増えていないうち勝つのか、
守り勝つのか、チームカラーもはっきりしない後半戦も厳しい戦いと言わざるを得ない。個人的には今年よりも目線は来年なんだよね。先発陣の崩壊は来年まで大引くと思っている。二遊間の目星がついてきたと思ったら今度は先発陣。まるでモグラ叩きのよう、今年ダメな中堅ベテランが来年は IQ を吹き返すと思うのは希望的観測だと思う。あと一本。ここで一点でも、と延々言われ続けている立浪采配ですが、そもそも選手にその自力がない。ピンチになれば相手投手も匂いを上げ、マックスで勝負に来る。それを上回る底力がないと、相手に舐められてしまう。その底の浅さを見抜かれて、戦力が整ってきたように感じるだけで、まだまだここぞという場面では実力不足、というか実力以上のものを発揮できない技術力のなさ、メンタルの弱さ。現に今のオールスターで野手で選ばれたのは細川だけ。もしもドラゴンズの投手陣がドラゴンズの野手を相手にしたら、毎試合ほぼ完封、取れても1点がやっとになるでしょう。ではどうしたら勝てるようになるか、点を取れるようになるか、その答えは落合政権の8年間を見ればわかるはず。でも誰もそれを踏襲しない。変なプライドがあるから、年俸が底上げされるのをオーナーが嫌っているから、名古屋ドームを狭くするより広くして、とにかくランニングホームランが出るくらいまでに広げると、それはそれで得点力が上がります。力だけで動けないには使えんけど、それでも二塁打が三塁打やホームランになれば面白い野球ができます。ドジャースの大谷選手の記事で読んだんだけど、やっぱり魅力のあるチームとはオーナー、球団、スタッフ、監督、コーチ、選手が一体となって強いチームを作り上げていくチームなんだと改めて思う。真剣に一体となって作ってこなかった結果が10年以上の暗黒時代と言われるこの結果になってるんだと思う。ファンではないけど、デイスターズが TBS から DeNA に変わって現在は少しずつ魅力あるチームに変わってきてる気がする。自分たちファンが魅力的なチームになったなと思わせてくれるチームにドラゴンズがなってほしい。でなければ球団維持することから撤退してほしい。あと一本でないのは打順の組み方的な要因も大いにありそう。12番に打力のない選手を置くからにアウトでクリーンナップに回って、クリーンナップがチャンスメイクして下位打線で凡退するというパターンは結構あった。そもそも1割打者をスタメンに多く組んでいるからと、12番に出塁率が低い選手を入れているから、岡林、田中、山本などが要因としては大きいと思われます。まあこれは今月だけの話であって、6月くらいまではそもそも選手の数が足りなかったので、これだけが要因じゃないですけど、オーナーと話しても仕方がないでしょう。選手が考えてるのかわからないけど、できないのであれば選手に毎回直接教えてやるよ。それが対策の一つじゃない。打率ゼロの打てない選手使ってるのは誰ですか。例えば代打なら2球を打ってほしい、併殺が嫌ならフライを打ちやすいバット軌道の選手を選ぶ、併殺が多い選手なら併殺のない場面で使う、満塁なら選球眼が良く粘れる選手を使えばいい。普通の仕事は経験が活かせますが、野球はそうはいきません。なぜそこに気づけないのか、理解に苦しみます。自分の思いをの最優先にしすぎだと思います。ここから貯金後まで持っていくには33勝20敗、勝率 0.62、 前半戦のジャイアンツ以上の勝率が必要だけど、なかなか厳しい。貯金10では36勝17敗、勝率 0.68 だとソフトバンク以上の勝率が必要で、さすがにこれは無理。現実的なのは5割31勝22敗を目指してた球団の結果次第でクライマックスに出れるかどうを願うことかもしれない。チャンスで打てないのは去年、一昨年と監督が変なプレッシャーを与えてしまったからでは。こういう笑顔で記事になってしまうと、監督を擁護しようと思ってもどうなのかなとなってしまう。監督といえばどうしても戦う顔という語りを思い出す。しかしながらこの監督は試合中に笑顔が多い。対して他球団の監督はというと、岡田監督はとてもピリピリしたムードを絶えず醸し出している。阿部監督はいつも厳しい表情だが、先日の高橋投手に負けた試合では高橋投手に対して脱帽というコメントをしつつ、決して選手を非難しない。新井監督は高青年リーダーという感じであるが、引き締まったいい顔をしている。リーダーの顔は大事である。厳しさは必要であるが、厳しすぎて暗くなってもいけない。ただこの状況でこの表情はいただけない。高津監督はこんな表情はしていない。この報告を笑顔でできて、まだまだいけるなら来年も続投だろうね。オーナーが言いそうだなと思ってた去年より良くなってるみたいなのが、まさに想像通りだった。さらに1年進んで集大成にしないといけないシーズンのターンで5位だった。去年より 1.5 ゲーム差が縮まっている。だよ、代打中地、俺の切り札、クリロドがうちのショートで一番うまいといった自身の思い込み、思いつきに根ざした正式用を捨てて、また故障明けの選手をろくに調整もさせず、一軍に上げて不振を長引かせるようなこともやめ、
現状で各選手の能力を分析した上で起用することが必要。本来は開幕時のスタメンもそのように決めて固定していくべきだっただろうが、結局のところ思い込み、思いつきだけでの采配に終始しており、選手が不公平感を感じてモチベーションをもそがれていると思う。不振の原因は自身にあると考えて監督が変わっていかなければ、前人未到の中日球団3年連続最下位もすぐそこであると言わざるを得ない。ちなみに後半戦31勝22敗でやっと貯金1です。続投条件の最低ラインが長期の成績だと思います。正直厳しいと思います。投手で言えば広島はもちろん、小笠原の復活、柳がきちんとロテを守る、まず期待の覚醒が必要でしょう。打者は細川が打点王に近い数字を上げる、中田が離脱しないことと、条件を上げればキリがないくらい、そして立浪さんが腹くくって正式起用できるか、残り対戦が約18カードあるとして、単純に13もしくは14カードの勝ち越しが必要で、3立てなんか食らった時点で終了だと思います。長年の中日ファンですが、プロ野球はそんなに甘くないと思ってます。自分的にはオールスター前、ヤクルトに連敗したところで今シーズンは諦めました。立浪監督の考えてることは間違ってはないと思う。そんな急激にチームが変わることもないので、後半戦も苦しい戦いが続くが、少しでも勝ちが取れるように応援しております。できたら来年も立浪監督には続投してほしいです。フロントの英断に期待しております。困ったもんですね。あと1本が出ていたら、選手はチャンスで凡退したら次こそはそういう気持ちになるはずです。ですが、現状の監督さんの起用の仕方を思い起こせば、どれだけの次こそはを奪ってきたことでしょうか。我慢強く起用するのも監督さんの仕事ではないでしょうか。思いっきり振ってこい、俺が責任取る、これぐらいの言葉をかけて、選手に気持ち的負担をかけさせないように振る舞ってあげれば、打線も上向いていくように思います。残り50試合程度、50連勝するぐらいの気持ちで後半戦に挑んでください。大島さんが言いたいことはわかる。しかし監督は改善しないし、何時までも同じ選手にこだわりがあり、結果は全く出てない。采配一つにしても臨機応変さがなく、せっかく出したランナーも釘付けといシーンをどれだけ見せられたことか、それを全て選手のせいにしてしまう。そもそも低打率の選手ばかり並べれば当然このような点が取れないことが起こる。なんでそんなことが理解できないか。その点を指摘してあげれば後半戦は多少良くなるのではないかな。この考え私だけじゃないと思うけど、いいことややろうとすることができないから今の位置にいる立浪という男、本当にわからない人なんだろうなってことはわかるけど、勝負師ではないってことはすでに実証済みで、これ以上何を望めるのかわからない戦略的な采配ができないのなら、選手が本当に覚醒するしか上位への道はなくなったと思う。得点圏、4月234、5月186、6月182、7月290。大島得点圏打率が上がってるな。立浪は頑張ってる。対策はうまくいってる。来季の続投は内定してそう。とても進退がかかってる雰囲気ゼロだしな。ヤクルトさんでさえ高津監督の続投は先送りしてるのに、オーナーから立浪監督が高評価されるとは夢にも思わんかった。負け続けて改定名でも観客動員数が増え続けているので、親会社は売上増で立浪監督様々です。中日新聞販売店グループの決起集会、販売奨励大会で立浪監督が熱心に丁寧に顔出ししているので、スポンサーの覚えも非常によく、しばらくは立浪中日は安泰ですね。あと1本が出ずか、それはどのチームも同じ。でも勝てない。少しでも出るようにするのがベンチの仕事、まだ出なくても勝てるようにするのもベンチの仕事。打つ方は何とかしますから。2年半、多くのファンが思っていることが普通の感覚だと思うけどね。対策は現場でやってください。借金が10を超えたらやめますくらい話しなさいよ。今3年目だよね。対策を話すのではなく、身体問題が主なものではないですか。もうドラフトを混乱させないでください。長期展望は球団で責任を持って行ってほしいです。春の珍事の貯金が6だったのだから、それがなければ借金は去年とほとんど変わらない計算です。実際春の珍事以降は昨年と同様にほとんど上がる兆しを見せることなく、順調に借金を増やしていくだけです。第一、2年半やって今更原因だの対策だのないでしょう。あるんだったら昨年シーズン終了時に総括してるよって話です。大島オーナーとしては、白井前オーナーに散々邪魔された大島派秘蔵の監督擁立なだけに、大島派のメンツもあって徹底してよいしょしたいところなんでしょうけども、チャンスで打てないのはここ数年中日の課題で、立浪監督が就任した時には
すでに分かってた問題。だからこそ監督は就任した時に打つ方は何とかしますとコメントした。それから2年半経って解決してない問題をどんな対策があるか知らないけど解決できると思わないんだよね。もし解決したとしてもさすがに対策が遅すぎるよ。オーナーにこのチームを強くする意志と気概があるのか？やっぱり人を見る目がないのかな。立浪と2人揃って希望を行ってるだけで具体的なものは出てこない。一時首位に立って貯金が6持って今は借金8、たまたま貯金が6できただけで、そこから14食いつぶしたわけで去年と同じようなもんじゃないの。今年は首位のチームがもたついているだけで首位とあまり離れてないように見えるけど、上の4チームが全部負ける日はないわけで、もう首位に立つことは絶望的だろう。調子がいいのにスタメンから外されてしまうような采配では選手の士気も上がらない。開幕当初は割といいメンバーが揃ったという評価だったのに、今のこのチーム成績は監督の責任によるものが大きいと考えざるを得ないだろう。どんどん情けないチームになってるように見える。経営者なら観客動員数が増え売り上げが上がれば再開でも関係ないんじゃない、再開でなんやかんや言われても観客が増えていれば OK じゃない、ずっと A クラスで優勝してても観客動員数が減ってたら経営は NG、 負け続けても来てくれるファンがいる監督の方がオーナーは大歓迎でしょう。3年連続再開でも続投だろうな。観客動員数が増えているということはファンの評価が高い監督なんでしょう。活躍したら下で年俸を上げなくてはならないから現状維持が望ましいのでは。選手も年俸アップは期待できないのが分かっているからモチベーションアップにつながらないし、このままダラダラと時間ばかり過ぎて再開になるのを待っているのでは。再開に落ちたとしても球団としては痛くも痒くもないのでしょう。監督よくやったと来季も続投させるんじゃないのか。まず感じたことだが、オーナーは立浪監督に対して感謝の気持ちが足りないな。柱が腐ったボロチームの再建にはどれだけの労力と知力が必要か、それに前半戦の借金が昨年比で約半分まで縮小したことに対して立浪監督をもっと称賛しなきゃダメだね。ところで大島オーナーは立浪監督がテラス設置を要望していることを忘れたのだろうか。オーナーは立浪監督を全力でバックアップする立場、集客が好調で収益が上がっているのだからこの場でテラス設置を約束、かつ立浪監督の来季続投を明言してほしかったな。与田監督時代の2021年の前半戦、セリーグ4位の借金10、オーナーはリーグ4位借金10という成績でシーズンを折り返すという結果には満足していないと与田監督には伝えたと言ったらしい。今年はセリーグ5位の借金8とあまり変わらないのにオーナーの態度が全然違うと思う。この絵ドッとするな。このコンビが続く限りドラゴンズの B クラスは続くし、片割れだけになったとしても上昇チームにはなれそうにない。この気楽な2人を眺めていると集団の出来不出来って本当にリーダーの資質に依存するもんだなとつくづく身にしみる。特にプロ野球球団のようなトップダウンで物事が動く集団ではなおさらだ。ダニング・クルガー効果だったかな。能力の低い人間ほど他者の能力を評価できず、反対に自己評価が高くなるっていう認知バイアスがあるけれど、今の日本のリーダーにはその手が触れているような気がするし、この2人はまさにその典型だ。